お疲れ様です。あとですね、今回はですね、まあ、このデッキで、まあ、マルチですかね、やっていくんですけど、まあ、遅延スケラーの、まあ、フリーズなんですけど、ここですね、このアイスウィザードとプリンセスが両方入ってるっていう、まあ、あまり最近ですと見ない編成かなと思いますが、この2体がすごい優秀っていうのは最近気づきましてですね。なんで、まあ、この2枚を入れた、マスケラフジーツでございます。ということで、まあ、マルチですかね、やっていきます。で、こんな感じのデッキの前多分出したこともあるんですけど、その時多分コウモリだったんですよ。で、そのコウモリの枠をアイスウィズに変えて、そうした途端にめちゃくちゃ勝率上がりましたね。で、前のデッキもすごい強かったんですけど、この方がすごいバランス取れててですね。相手が30石とかでも意外とっていうか普通に勝てますね。本当に勝てますね。プリンセスがまず30石が勝たせたらしんどいですし、アイスイズもあるんで、ガゴムレに対してもそんなに怖くないっていうのがすごいあって、なんで意外と弱点は少ないかなと思います。ここはもうスケラ打って、このスケラでエリポンをただ壊したい。出たよ、今三重子の話したよ。来たわー。で、これで負けるやつなんやな。もうこれ惜しい、これ惜しい。これはもうバルキリーでいい。よいしょ。で、バルキリーがまあ言ったら三重子メタなんで。よし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 。まあ、アド取られましたけど、まあまあまあ。ん？え？待って。これ相手、三重子じゃないのか。コジョババウィザードの、エリポンってやばいっすね。やばいっす。やば。これでもプリンセスとアイスウィズの範囲攻撃で後ろ処理してほしい。いやー、ウィザード。これバルキリー出したいっす。これ結構痛いっすよね。けどまあまあまあ、相手はジャイサン重視っすね。でしょうね。感じ。ここは待って、プリンが死ぬなよ。 OK じゃないな。 OKOKOK。 この突進がめっちゃ痛いんで、この突進を受けないのが大事で、今相手はジャイサン重視ウィザードのギャングガゴムレーターで、ここ多分ギャングなんですよね。よいしょ、コロコロコロン。マジで普通にギャングなんですよね。ギャング来ねえや。まあ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 。で、そんなに今ダメアドを取られてるわけでもないんで、エリアドはやばいんですけど、OK、このプリンが優秀。で、後ろから組み立てて来られるやつね。30式来たらトルネードでまとめたいですね。右でも左でも。よいしょ。で、これは、美味しくバルキリーで処理する。で、おーいしょー。で、こんな感じで流れを持っていけれると、よしよし。全然、こっから参りますね。だいたいこのプリンセスの処理ができないんで、このプリンセスがしんどい。はず。よしよし。で、あれ多分30種がこの辺に来る。おいで。来いやんけー。あー待って、これはプリンセス延命したかった。しちゃった。やだ。これは、フリーズして、処理。このプリンセスとウッドで、オッケー。いいよ。いいよ。意外といいよ、なんか。で、相手は多分そんなカードはないよ。で、これはもう美味しくいただいて、いや、これトルネーダー使わなくてよかったな。多分、バルキリー出して、プリンセス回してったらよかった。でも、30石出されたらしんどいっす。トルネーダー使ったことによって。よいしょ。一回落ち着きましょう。この流れが悪い。流れが悪いんで。これは、逆にスケフリが相手はしんどいっす。防衛できないんで。一気に持っていけるんで。形を作れば勝ちっすね。あ、相手このエリポンは甘い。
よし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 、ね、ここでしっかり形作って、あー、OK、インドレ来て、インドレ来たら30、あー、フリーズでいいや、やっちゃえ、よいしょ、スケルトン頑張れ。さてはこれやばいのか、今気づいた、さてはこれやばいっす。でも30子出してくれたら全部結局アドになるんですよね、こっちからしたら。いやー、これにトルネード使いたくないっていうか、トルネードは30子用に取っておきたいん でここでアイスイズ出してクリーンも出してあげれば OKOKOK。 待って待って、これおいしくね、これ固めてあげて、このプリンス2体がシュシュッと OK、 花火、あーやばい、OKからのスケラでフリーズでジジ勝った、やばっ、ガゴムで旬のけやんっていう感じで、もうこれはバルキリーも残ってプリンも入って勝ち、よし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 、まあ、これは言ったらフリーズで三重子の処理がしんどいんですけど、そこをですね、やっぱこの相手は今ザップしかなくてしんどかったので、まあ、プリンセスをうまく延命してですかね、三十章処理して、まあ余裕かな、まあ余裕さ、ね、みたいな感じで、まあ入り本がしんどいんですけどね、そこをやっぱ防衛フリーズで待って待って待って、最後にワンパンみたいな感じで、自分は結構フリーズを防衛でガンガン使いますね。あとは、今インドラも入ってるんで、インドラのワンチャンをめちゃくちゃ狙います。感じですね。やっぱ今のも相手ガゴムレが入ってたんですけど、意外とやっぱプリンセスだけだとプリンセス出した後とかにガゴムレ出されて、まあ、しんどいみたいなのもあるんですけど、このアイスイズとプリンの両方が入ってるんで、空に対してすごい安定しますね。なんでラバルとか来たらもう勝ち確実だ。もしアイスイズインドラいて、さらにプリンセス向いてみたいな、言ったらラバメタみたいなもんっすね。で、ここは相手 2.6 フグっぽいですね。ダニー傷することなく姉妹プリン、あーこれしんど、これウッドをこのギリギリのところで割いてあげると、この下のキングからもっすね、ダメージが入ってるところでノックバックするんで大ダメージを与えられますね。防衛で結構守りやすいのか、鬱陶さくタイミングとかもすごい、ワンテンポ遅かったり早かったりするだけで一発ホグが入るか入らないか、入らないかとかがすごい変わってくるんで、結構大事かなと思いますね。でやっぱできるだけ前半にゲンズけど、そこも大事。でこれはいいなけど、ここはもうフリーズっていい、相手なんかアド取ってるっぽい、あ、しかも今ウッドサイトのこれでっかいっすよ。よしで、ま、これ今相手ウッドないっすよ、でファイブ防衛でアーディングウッドもあったっす。いやこれラッキーっすね、相手がちょうどウッドサイトタイミングだったんでめっちゃくちゃ刺されましたね。しんど、どっちにホグ来るか分かんない。いやー、戻ってきて、よし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 、インドラ、インドラー、オッケー、これはもうキング軌道のおかげですね。キング軌道なかったら今2発ぐらい入ってたん、やばいって諦めた、これさては、いや諦めたんかい。もう動画撮ってる時に諦められるとマジで困るんですよね。まあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね、マルチだから、けどっすよね。2.6 フォグは上手い人にはマスケットめちゃくちゃ延命されて勝てないんですけど、多分めちゃくちゃ上手い人ってほんまに1人2人とかしかいないと思うんで、もう異次元みたいなやつですね。あの日本のジャックさんですね、あの方とかだと、まあ、勝てないんですけど、あんな知ってるんですかね皆さん、
マジで 2.6 上手い人いて、その人には、まあ、勝てないです。でもその人以外だと、まあまあまあ、別に勝てるかなと思います。全然相性も悪くはないんで。なんで、このデッキは、個人的に絶対勝てないは存在しないと思うんですよね。あ、クロスボウや、クロスボウ、これ。クロスボウや。これっすよ。これがしんどい。絶対クロスやん、こんなん。もう、クロスですよっていう形してるもん。私、クロスボウですよさんやな。いやー、そうなんすね。クロスがしんどい。クロスがしんどい。マジしんどい。これ、テスラ。いや、これ欲しい。からのこっちにウッド裂いてくれるから、スケラ。うわー、ウッド裂いてくれ。ウッド裂け。あー、まあ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 、で、これでクロス来て、ジジって感じっすよね。あれ、出てこない。これラッキーっすね。ラッキーっすね。で、クロスを防衛するとしたら、バルキリンドラーかな。うわ。しんどいわ。けど、まあ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 、まあ。ワンチャンスね。ここは左、右側を落としてしまえば、左落とされても、もしかしたらがありますね。とりあえず、端前プリンで、テスラぐらい出さして。いやー、でもここでな、スケラ打ってもな、なんすね。一回ここ防衛っすね。チェスラ邪魔なんで壊します。うわー、気づかれた。これが、しかも待って、インドラ防衛されとる。え、うまっ。インドラ防衛、テスラエンメス。これ一回防衛フリーズ入れます。うまくねえか。いや待って、プリンが頑張ってくれてる。頑張れインドラ、頑張れ。オッケー。え、待って、守れた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 。しかもしかもいい、しかもいい、なんかいい。待てよ、これワンチャンある、ワンチャンある。このプリンの前バルキリー出して、オッケー。相手このバルキリーが死んだ。で、アーチャー来たらフリーズ、オッケー。え、来たくね、これ。あー、来ない。そう簡単には来ないけど、けど、オッケー、ダメージ入って、ダメージ入って、バルキリー、頑張れ、届け、届け、おいしょ、しょ、しょ、始め、プリン、で、クロス警戒、来た、これも、まとめていきましょう。で、一回、これ、ボイフリーズかな。いや、ボイフリーズ入れなかった、いや、いる、オッケー、オッケー、オッケー。で、今、ここで、プリン出して、このテスラを処理したい。え、勝ったくねえか、これ。クロスに絶対勝てないと思ってた。これ待って、左が落ちる。さては、え、ちょっと待って、やえ、そんな、こっから負けとかある、そんなことある、え、そんなことないよね。ちょっと待って、え、はまぁ、あ、マジこれ、そんなことあります、皆さん。いや、いや、勝った、いや、いいんだろ、いいんだろ。あー、マジかよ、そんなことあるかよ。いやー、勝った思ったんだけどな、そう甘くはなかったっすね。はい、ということで、結局クロスボウはしんどかった。はい、結果はそうっす。なんでクロスボウ以外にはマジでいけると思います。なんでクロスを引かないようにこのデッキを使ったときは気をつけてください。はい、ではでは、今回は以上になります。よければチャンネル登録お願いします。はい、ではバイバーイ。